この姫これをくぐってラルキルの世界に。なるほど、ここがラルキルワールドか。置いたいたラルキルの野郎。マジでやめとけってお前。おらー、TNT 置きまくれー。置きまくれー。はははは、堪忍するんだな。おー。どうも、ゴラヤンです。私ね、ずっと怒ってることがあるんですよ。おい、ラルキル。おめえのことがこらー。こらー。いや、何があったんだよ。何度も何度も喧嘩売ってきやがってよ。ふざけんじゃねえぞこらー。こらー。これまでのあらすじ、物語は2022年12月、なりふり構わず有名人に喧嘩を売りまくる頭のおかしいモノモンステージ実況者ラルキルが、当時登録者3万人の弱小実況者ゴラヤンに喧嘩を売ったとこから始まる。これまでスルーされていたのもあってか、唯一喧嘩を買ったゴラヤンは完全に標的にされてしまう。ラルキルは動画で何度もちょっかいをかけるもこれにはゴラヤンも対抗。デマを流したり登録者でマウントを取ったり動画をパクったり、戦いはヒートアップしていくのであった。またやってるよ。また喧嘩売り動画上げてやがる。ゴラヤンふざけるなよ。ふざけてんのはラルキルお前だよ。今度は引退しろが、収益停止おめでとうの次は引退しろが、ふざけんなよマジで。はぁ、やられた以上こっちからも動画を出さないとな。次はどうやってラルキルを貶めよう。あ、でも私、ラルキルにまたチャンネル登録抜かされたんだった。おのれラルキルめ、この状態で喧嘩売り動画なんて投稿したら恥をかくのは私じゃないか。やってくれたな、クソが。やってくれたな。いや、あなたが投稿サボってるのが原因です。あ、どうしよう。登録者追いつくまでこっちからは手が出せないとは。クソ。真面目に投稿頑張るしかないのかよー。喧嘩売るために頑張ろう。どんなモチベーションだよ。にしても何かないかな。ラルキルの野郎を手っ取り早く貶める方法。何考えてんだよ、お前は。あ、あれ。ハッカー君。どうしたの？ねえ、ハッカー君はどう思うよ、ラルキルの野郎。もしかしたらさ、陰でハッカー君の悪口も言ってるかもよ。かもよ。言ってないからね。ハッカー君を味方につけようとするなよ。ねえ、もうこれはさ、ハッカー君の力でさ、ラルキルの野郎しばきに行くしかないよね。怖いこと言わないでください。そうそう、人参さんと一緒に畑に埋めて食べちゃおうよ。何でも食べさせようとするなよ。え？なんだって？いい方法があるからついてきてって？おいおい、何をするつもりなんだ。これって、霊夢がネザーゲート作ろうとして失敗しちゃったやつだ。あ、そんなこともあったな。ゲートがどうしたっていうの、ハッカー君。ラルキルの野郎と何の関係が。ラルキルさんの顔だ。ネザーゲートがラルキルさんの顔になっている。わー、ついにラルキルさんの手がこのワールドにまで。え？このゲートは、ラルキルが使っている動画ワールドに繋がってるって？すごーい、ハッカー君。これで霊夢たちをラルキルさんの元へ連れてってくれるってこと？マジですか、ハッカー君。しめしめこれをくぐってラルキルの世界を。しめしめー。待て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 、ハッカー君はどうやってこことラルキルさんのワールド繋げたんだよ。あそこって動画班とラルキルさんしか入れない非公開サーバーだろ？これじゃあ本当のハッキングじゃねえか。何を言ってるんですか、マリサさんは。ハッカー君はいつだってハッキングですよ。ですよ。じゃあなおさら問題なんだよ。しかもお前ラルキルさんのサーバーに行って何するつもりだ。まあまあ細かいことは置いて、早速ねラルキルのサーバーに侵入しちゃいましょうかね。行っちゃおう。どうなっても知らないからな。お？ここがラルキルの野郎の撮影サーバーか。本当に繋がってやがった。やっぱハッカー君すごーい。じゃあラルキルのとこへ来れたということで、私ゴラヤンの手でこの世界で好き放題してやろうと思います。ここを潰せばラルキルは、二度と撮影できなくなるはず。潰すぎだろお前。手始めに何をしましょうか。じゃあまずはそこら辺に並んでるチェストから、アイテムでもいただいちゃいましょうかね。ってなんだ、ろくなもの入ってねえな。作業中名乗るんならよ、ダイヤブロックの1スタックや2スタック、入っててもいいんじゃねえのかラルキルよ。煽りすぎだろ。お、あっちで作業してるのはラルキルの野郎じゃないですか。なんだ、私てっきり、作業は全部動画班に丸投げして本人は楽してるのかと思ってましたよ。勝手に推測するなよ。おいラルキル。はははは、来てやったぜ。どうやって入ってきたんだ？そんな顔してるな、ラルキルよ。なんでいるんですかって？私はな、お前のサーバーをぶっ壊しに来たんだよ。覚悟しろよ、ラルキル。じゃあとりあえずね、サバイバルのままでは何もできないのでクリエにでもなるとしますか。しますか。いやいやいや、なんでコマンドまで使えるんだよ。OP 権限はラルキルさんしか持ってないはずだろ。これもハッカー君の力ってことですね。ハッカー君すごーい。だからガチのハッキングになるんだって。あはははは、驚いてるねラルキル。なんで空を飛べるんだ？クリエになれたのか？ OP 権限はないはずなのに、とても思ってるんだろうラルキルよ。お、誰ゴラヤンに OP 渡したの？あはははは、バカめ。OP はハッカー君にもらったんだよ。焦ってるねラルキル。このサーバーの運命は今、私の手の中にある。さあ、てて初めにどこを争うかな。お前ガチで炎上するぞ。おらー、TNT 置きまくれー。置きまくれー。あー、もうどうなっても知らないからな。ちょっとラルキルさん邪魔しないでくださいよ。私が気持ちよく争うとしてる途中だったのに、お前はここでよく見ておくんだな、はは。最低すぎてくさ。ほら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 、ねえねえラルキル。今どんな気持ち？ねえ今どんな気持ち？さあ、あとは着火するだけ。ラルキルよ。これでお前の撮影サーバーもおしまいだ。堪忍するんだな。堪忍するんだな。だがな、ラルキル。もしもだ。もしもお前が、
今からでもゴラヤン謝罪動画を作ると約束してくれるなら、このサーバーから撤退してやってもいいんだぞ。さあ、どうなんだ？脅迫じゃねえか。さもないとこの TNT を。あ、クソオーバンされたー。いいところだったのに、あともう少しだったのに。未遂で終わってよかったんだぜ。オイラルキル、お前この前別の実況者のサーバー荒らしてたよな。なあ、自分が荒らされる立場になったら、そう都合よくバンするのか？それは当たり前だろ。到底許されるべき行為じゃないですね。というわけでラルキルの野郎を呼び出して、問い詰めてやろうと思います。いやいや、そう簡単に応じてくれるわけ。オイラルキル。してくれたのかよ。な、なんですかゴラヤンさん。なんですかゴラヤンさん。じゃねえぞい、お前いい加減にしろよ。ゴラヤン、引退しろ。ってどういうことだよ。あの動画全部見させてもらったぞ。そう、散々登録者で煽り上がってよ。お前のおかげでコメントに。ラルキルさんに登録者抜かされてますよ。今からラルキルファンになります。ラルキルに追いつくため動画上げてください。いいですか。とかいうコメントが大量に来たんだぞ。最後のはお前の問題だろ。しかもお前、ちゃっかり私のサーバー荒らしてんじゃねえかー。ゴミみたいな建物建てていきやがってよ。黒曜石で撤去するの大変だったんだぞ。へっへっへざまあみろ。でもなゴラヤン、YouTube の登録者が多いのは今、この私なんだよー。登録者が多い方が上。これはゴラヤンお前の言葉だ。つまり今のお前には実況者としての発言権はない。せいぜい動画投稿でも頑張って出直してくるんだな。こんなはずじゃなかったのに。いやでも待て、お前が動画投稿を開始したのはおよそ1年と半年前。一方私は半年で10万人以上の登録者を増やした。私が1年ものハンデを持ちながらお前に追いつけたのもまた事実。嘘つけチャンネルできたの7年も前だぞ。今この私が本気を出せばラルキルお前なんてな、登録者を抜かすなんてたやすいことなんだよー。ぬぬぬぬ。あ、はっは、調子に乗れるのは今だけということ、肝に銘じておくんだなー。うわー、みんなすぎるだろこの争い。よし、わかったラルキル。もうこんな争い、登録者バトルなどという低レベルな争いはやめにしないか。持ちかけたのお前だけどな。喧嘩売り動画を投稿するのもな、もう疲れたんだよ。ラルキルお前もそうだろ。いやでも視聴者は喜びますよ。確かにそうですね。いやいやそんなことは関係ない。おい、ラルキル。なんだゴラヤン。お前と私、YouTube チャンネルの命運をかけて、決闘といこうじゃないか。ほう？ルールは簡単。負けた方が引退、負けた方が動画投稿者としての道を離れる。どうだ？片方がいなくなればこんな醜い争い、二度と起きなくなると思うんだ。悪く、ないな。おいおいお前らやめとけよ。引退だぞ引退。お互いのファンがどれだけ悲しむか、お前らはわかってるだろ。ははははは、ラルキル、お前が何度も言ってきた。引退、だ。何度も引退詐欺しやがってよ。いよいよ本当に引退する時が来たようだな。なんでもうかった気なんだよ。お前こそ、最近随分と動画投稿をサボっているようじゃねえか。もはや引退ってレベルにな。本気を出せばまた抜かせる。そうやって言い訳してんだろ？YouTube ってのはな、継続力までが実力なんだよ。うさ。そんなに引退したいようならな、この私が本当に引退させてやるよ。か、勝手に言ってろ。それじゃあ決闘は7月1日、覚悟しておけよラルキル。お前こそなゴラヤン。